おはようございます。朝ごはんでございます。ラビットを見ながら朝ごはん食べます。いただきます。触らないように。うん。怖いね。チャンチャンチャンってやったらあゆみさんのやつめちゃめちゃ多いみたいになる。恥ずかしいな。もうそうです。失礼します。いやマジ久しぶりだね。久しぶり。あの YouTube でダーツの映像を見てるぐらいだからそんな久しぶり感はないんだけど。あーまあね、そのあれをちょいちょい見てたらそりゃそうだと思うんだけど、うん、そうそう、俺さ、あの眉毛にさ、うん、アートメイクってわかる？あ、わかるよ。アートメイクをしたわけですよ。あ、そうなの？そう、わかる？全然わかんない。嘘。あ、わかるわかるわかる、ね、え、それってさ、うん、何ヶ月とかで撮れるってやつ？うんとね、タトゥーまでいかないの？いや、タトゥーになるよ、一応。あ、タトゥーなの？うん、で、撮ってすそれに入れるみたいな形になってるから。じゃあタトゥーじゃん。そう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 。だけどうんとね、結局1から3年ぐらい取れちゃうんだって。あー、だから、まあ、皮膚の入れ替わりで。そうそうそう、だからもう更新性じゃないけど。あー、正直あの渋いから、微妙な腸内が渋いから基本、うんうん、基本坊主だと思っといた方がいいんだよね。そうだね、釣れたら本当にやったぐらいで、はいはい、あのもう糸垂らしてるだけで満足するぐらいで気持ちで本当釣れたらいいぐらいで思っとった方がいい。そうね、本当そうだ。そうやったなって思ったんだけど、うん、今からちょっと、あ、なんか疑惑の、あ、本当ちょっとしたポちゃんにテンション上がらん。あ、ちょっと待ってね、追いかけてない、うん。あ、バスじゃん、バス。やばいっす。でももう同世代の最近どう、なんか軽く言えんくなってきてるっていうのをマジで感じる。そのなんていうの、最近どうじゃねえよって返ってきそうでもう怖い。やっぱね、どっかにね、大概みんな歪みが出てて、20代前半のノリではもう聞けない。わかるわかる、めっちゃわかるな。もう介護が入ってきてるかもしれないし、育児の色でも入ってきてるかもしれないし、ね、その性の話でもまあうまくいかなくなっとるかもしれんし、まあそれぞれさ、もうバババッと出てくるタイミングだから、すごくあんま聞けないな。いいね、1歳か、すごいね。今日は豆腐ハンバーグとサラダとトマト、うん、とベーコンスープです。コンソメスープ、コンソメスープか、うん、ありがとう、いただきます。美味しそう。いただきます。いただきます。このうまい、ハンバーグ食べた。うん、ハンバーグってさ、その生地の時点で味見できないからさ、本当、噛んでみるの、うん、
お母さん、一緒に暮らしてるの。そうそう、唐揚げ定食。